はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、Apex Legends の、Aisin君のこのチャンピオン取った時の動画をお届けしたいなと思います。残りちょっと 2,3 分の動画なんだけれども、これであの PS5 でなんか振り返り録画みたいなのできるんだよね。なので、今撮っております。はい、これは5分録画って言いました。そうだね、本当はちょっとね、後から知ったんだけど、30分とか1時間も録画できるんでしょ。次回はちょっとそれでやってみたいですね。ということで、Aisin君、何人かキルしまして、仲間を復活。そう、11キル。しかも、キルリーダー中でございます。すでにダメージは2200いっております。さあ、オクタンでは Aisin君、なんとダブハンを持っているというね。我、オクタン大好きマンです。はい。バッテリー取ってアクスタ取って。アクスタここ当たると思ったけど。まあでも、このエーペックスのグループね、当たらなくてもこの相手を動かすっていう効果があるから、そしてここでノックダウン。あ、ノックダウン。一人どっか逃げてったけど、ジャンプでちょうど逃げちゃった、ここで急にバルキリー乱入。ああ、ここでさらにノック。非常に強いですね。あのバルキリーが金ノックだったから味方さんが倒してくれました。なるほどなるほど。でも一人まだこれ飛んでった人がいるわけだもんね。あの金ノックで飛んでった人はダウン入ってたんで。あ、ダウン入ってたら飛んでた。全員倒しました、ね、あ、なるほどなるほど。これでじゃあ消したと。で、残りあと1部隊。そして怒涛のエネルギーアモがいるらしい。そう、エネルギーアモが超不足。残り95発はやばい。最近このボルトがAisin君お気に入りのようでよく使ってますね。ウィングマンとボルトか、もしくはウィングマンと R99 って構成が、それがよく入ってます。そうだね。で、ここで味方のネスさんがエネルギーをくれました。ありがたいよ。ホライズンさんダウン。ダウンですね、ここでね。ブラックホール巻いてくれたおかげで敵を引き寄せてくれたんで、まあまあいい感じ。ここで終わった、これでホライズンを起こしたい。起こしました。ちょうど金バックだったんでいい感じにと言ってる間にレイズさんがやれてしまうと。やばい。じゃん。さあ、これでオクタンを、さあ得意のウィングマンが当たらないけど、ボルトでやりましたね。ちなみにここはもう負けだと思っておりました。で、ここで一旦Aisin君ははけるんだ。引いて、ヒートシールドでバッテリー。そう、ヒートシールドはちょっと回復が早くなんだよね。あ、あのなんか最近はね、ヒートシールドって確か、ね、何リングだっけ、前あったイベントのリング用のやつなんで、前のリングの中だと速くなったんだけど、今のリングだと素数しか速くならない。あ、そうなんだ。そう、じゃあ何、今のヒートシールド引いたの。ちょっと凹凸が地形にあったんで、それを手で走ってくる。今はなんとか復活したオクタンをボルトで倒し、最後いきます、ヘッドショットリングマンで必勝チャンピオンということで、素晴らしい、最高。いや、大変強い。そしてこれ見てるね、このウィングマンがお気に入りなんでしょ。無慈悲の翼って好きです。Apex のチャンピオンとなりました。素晴らしい。本当はちょっとね、長く振り返れる録画にしておけば最初からねお見せできたんですが、ちょっとこれは残りの5分だけということで、Aisin君15キル。イエーイ。これは初。はい、今まで12キルが最高だったんですけど、15キルが最高になりました。で、ちなみにこれなんだっけ、スピーカーマーク出てるんだけど、設定でちゃんとオフにしてますんで、なんか出ちゃうんだってね。バグってるみたいです。なんか友達とは PS5 のチャットの方でやってんで、それで変な感じに干渉しちゃってんのかなって感じですね。あ、なるほどね。はい。ということで、今回、Aisin君は、これはランクでやってましたんで、これでゴールド1の方に近づいたっていう形ですね。もうすでにAisin君はゴールド1になってますね。はい。で、ついでにエーペックスパックが開いて、これは確か、黄、紫、白。そうだね。いい感じに。いい感じに出たんで、まあ、ここまで道っちゃおうっていう感じですね。シャードが出ましたね。あ、シャードじゃない。クラフトメーター。失礼しました。はい。ということで、今回ですね、Aisin君のエーペックスの様子をですね、少しご覧いただきました。はい。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、Aisin君頑張ったと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。